今日は鳥羽美香先生の作品がいろいろな展開をされてるということで、特にフランス展ということをメインにお話を聞きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。先生、今回はどんな賞をお取りになられたんでしょうか？日本とそれからある一つの国をの架け橋になっていることで、10年続けた人を対象にというので、外務大臣表彰というのを7月19日に生田効果の方で現場大臣よりいただきました。私はベトナムに94年に行きまして、それで非常にベトナムという国に魅せられて、それであのあちらの国の発展とともに失われていく風景を型染めという技法を使って作品に作り続けたんですけれども、その間に両国ベトナムと日本で展覧会をいたしまして、でその展覧会、そして作品がその友好の架け橋になったということで、受賞したんですね。ですから一つの作品ではなくて、その活動を認めていただいたということになるでしょうか。その活動というのはやはりもう本当に重厚なものが積み重なっていると思うんですけれども、海外の方にはどのところをお見せしたいと思われますでしょうか？日本とベトナムが中心で展覧会をやってきましたけれども、ベトナムの方は、フランスの植民地ということもありまして、あちらで展覧会をやるとやっぱり欧州の方にとてもヨーロッパの方で持ち込まれて、展覧会をぜひっていう話をずっと常々いただいていて、それでこの賞をきっかけにして発信、ヨーロッパの方に発信したいなというふうに思った次第なんですね。ですから来月ですけれども、私の場合ちょっと変わった場所が好きなので、インスピレーションで、こんなところに展覧会をしてみたいな、作品を並べたらまたどんな新しい空間ができるだろうという、イメージが湧かないとなかなか行動に移せないので、一度インスピレーションをもらいにヨーロッパの方ちょっと行ってこうかなと思ってます。それは非常に楽しみで、ルーブルの近くにそういう展覧会場を設けられるとお聞きしたんですが、その辺はいかがでしょうか？そうですね。会場がまず一つはやっぱりフランスに行きたいなと思ってるんですけど、一つはもうパリ市内のやっぱり発信力のある人がたくさん来てくださるところで、もう一つは建物と、それから作品の融合という、もう一つのそれ自体が作品であるということを考えたいので、なんて言うんですかね、誰も人が住まなくなったようなお城のようなところに作品をこう展開していくのも面白いかなと思って、2会場を探しに行こうかなと思ってます。非常に楽しみな一つでありますけれども、それをこう型染めにした時にですね、どのようなことをですね、心がけていらっしゃるんでしょうか？技法が日本だけにしかない1000年以上前から伝わる型染めという日本の伝統技法なんですけれども、日本人が認めるよりも欧米諸国で大変多分ミステリアスな技法として認知されるんじゃないかなっていうふうに思います。で、それはベトナムので展覧会をやった時に、やはりそのプロセスの面白さ、それから考え方の面白さがとても評価された一つになったんですけれども、それを欧米諸国に持っていった時に、多分絵筆で描くその
直接技法ではない、非常に間接技法で絵画のような世界を作り出しているというものが多分興味を持たれるんじゃないかなっていうのと、それから最近 2,3 年の研究で分かったんですが、型染めという技法は主に着物の方に持ち込まれたんですけど、それに使われていた型紙が19世紀末にそのヨーロッパに何万枚何十万枚と流出してたっていうことが最近分かりまして、でその型紙のデザインが今見ても非常に素晴らしいんですが、その当時ジャポニズムが流行った時に家具ですとかデザインですとか、それからもちろん絵画もそうですし、宝飾品のあらゆるものに非常にこう活用されたというか、そのデザイン自体が使用されていたということが分かりまして、ですからいち早くその、向こうがその日本のデザインというのを、非常に認めていたと。その型紙とそれから今私が絵画の方に持ち込んで使用された型紙も同時にこのような展開をしているんだというのを紹介できたらいいなと思ってます。はい、であとそれとですね、今私が染めている支持体になる布が白山紬といいまして、これも非常に貴重な布なんですけど、金沢の白峰村というところでたった2軒で織られている、で貴重な双子の繭を横糸に使って織っていただいている特別な布なんです、絹なんですけれども、それがルイ・ヴィトンさんですとかさまざまなところで今その布が非常にこう注目されて、で生地に服の生地にしようというふうになっているらしくてですね、それも含めて作品一つ一つに日本のさまざまなその地方で培われた材料も持って作られているんだということも合わせて紹介したいな。ですから作品一つだけではなくて日本のあらゆるものが紹介できる、でそれが一つ一つヨーロッパの方で今バラバラに認められているので、総合的に紹介できたらなというふうに思ってます。世界がこう何かアートが一つになるというようなものもいろいろそういう点からお考えになられてらっしゃるんでしょうか。そうですね、日本の場合は割と技法によってものすごくこう区切られたところがあって、そこが非常に不思議なんですけれども、それはいい意味で不思議ではなくてですね、その技法っていうのは自分が一番こう表現したいものを使っているだけであって、ですからその技法によって展覧会場それから展覧会の部屋がこう区切られているっていうのがやっぱりなんていうんですかね、日本のその、古い体質がそのまま継続されているように思うんですけれども、おそらくいいものはいい、魅力的なものは魅力的であるという大きな美術としての、世界観ができるようになればいいなというふうに思ってるんですね。ですから例えば屏風の形式であるとあたかも工芸品であるように区切るわけですけれども、あちらに持っていくと立体作品ですかっていう、で非常にこう用途が素晴らしいと、どこでも広げられて、で季節によって変えられて目的によって変えられる、で作品保護のために時々入れ替えるスペースを取らない、で立体作品として見られているというのがものすごく面白くてですね、それで左右から見る角度によってまた違って見える、
非常に考えられたものであると。ですからあちらの方に持っていくことによって、また新しい発見というか認識ができてですね、日本もそれではその日本がもう培ってきた素晴らしいものをまた改めて再認識してですね、新しいアートというかにどん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 発展していけばいいなというふうに思っていますね。国境を越えて工芸っていうような段階ではなく、そういうようなこういろんな意味でのアートというふうにお考えになられてらっしゃるんでしょうか。そうですね、その技法によって工芸であるとか美術であるとかでは私はないと思ってるんですね。で、一番その表現したいものに合う素材を使用していって表現していくということをしていますので、たまたま私は染料が絹に染み込んでいって発色する。で、しかも型染めというそのシャープな線が出てくる面白さ、それから空間から作り出して余った形がモチーフになっていくという、その直接的な画法じゃないもんですから、一泊空間をまず考えなきゃいけないという、その考え方思想なんかもとても面白いなと思うんですね。ですからそこに惹かれて作品を作っているだけですので、区切りっていうかある一つの技法によって世界を区切っていくのではなくて、もう その国境を越えて、そして技法を越えて、一つのまた新しい今までにない美術の世界というのを作れたらいいなというふうに思ってます。最後になりますけれども、私たちがこう拝見しますとですね、一回拝見するともうまた次の作品は何かなという、こうドキドキした楽しみがあるんですけれども、その辺の私たちにこう何か訴えていただける、こんな風に見ていただきたいなっていうようなものがありましたらお願いしたいんですが。そうですね、私の作品は割と大きいですので、やっぱり遠くから見ていただくのと、それから近くによってもどこの部分をとっても面白いように作りたいなと思ってるんですね。ですからどこを区切っても一つの、絵になる。でしかも遠くから離れると大きな世界が私がその時に感じたものを一心に同時に浴びてもらう、シャワーがかかってくるようなあんな感じで浴びてもらえたらいいなと思ってるもんですから、光線によってもそうですし、それから時間によっても置く場所によっては全く作品が変わるんですね。それは多分染料とそれから絹の性質によると思うんですけれども、そのところを見ていただきたいなと思うのと、それから作品を私は布のままで最後なんですけど、それをこの立体作品にしてくださるのが表具屋さんなんですね。で、この表具をしていただくその作品の裏打ちっていうのをするんですけど、それにも江戸時代の古文書を紐解いて、で9層に貼り合わせて作品を持たせていると。ですから表具屋さんもこの作品が500年600年以後も残るようにというので、その裏打ちの良さで作品がずっと継続されるんですね。ですから見えない部分にもそういういろんな職人さんの思いが詰まっているんだというのも感じていただけるといいなというふうに、嬉しいなと思ってます。
本当にいつも素晴らしい作品を ありがとうございます。またぜひフランスで のご活躍を期待して、また第2弾第3弾とこういう場面が続きますようにお願いしたいと思います。今日はいろいろありがとうございました。